はようございます。おはようございます。斉藤ですけど、はい、ここへ来ました。じゃん。はい、本日は恒例ワークマンの新作発表会に来ております。2024の春夏の発表会ですね、はい、そうです。はい、今日も都会までやってきました。まだ引っ越し前なんでギリ、うん、1時間ぐらいで来れるんですけど、はい、今回も東京国際フォーラムで発表会展示会やっておりますので、はい、ちょっとねどんな商品とかキャンプギア出てるのかなっていうことで見させてもらいに来ました。はい、はい、中行ってみて気になったアイテムちょこちょこ取っていければなと思いますので、はいはい、ぜひぜひ最後までご覧いただけましたら嬉しいです。よろしくどうぞ。はい、ハルピン今日はワークマンですか。これとこれとこれ、 T シャツ以外全部サロペット。靴はハルピンモデルのやつですよね。そう、両面のベストもそうです。僕はこれジャケットと、うん、ブーツ、ワークマンです、はい、すごいなんかこうモノトーンコーデで、いや大人っぽい。ワークマンって言わないと分かんない。後ろのリュックもグレーで可愛い。あ、これはどこのですか。あ、これガストンルーガでした。間違えてますね。でもそういう撥水系のあるよね。あるある。何が楽しみですか。なんかこうテントでちょっと UL なのがあったら見たいなと思いますけど、うん、あー確かに、また旅とか行くのにあったら便利ですよね。そうそうそう、軽量系。そう、はい、そういうテント欲しいなとも思ってるんで、はい、分かんないですけどあったらあるかどうか、はいはい、ご紹介したいと思います。はい、行ってみましょう。はい、ほーい。はい、それでは入り口入ります。そこにマップが、あ、本当だ。こんな感じで、お、なんか今回この防災っていうのが、でもすごい今注目されてるから、私たちも気になります、うん、アウトドアウェア、はい、キャンプ、キャンプギア、バイク。ん？ What is workman? 分かんない。あなたの知らないワークマン。あとなんかこの辺にフォトブースもありますね。インスタとか YouTube 行ってみましょうか。はい、まずキャンプのエリア見に行きましょうか。そうだね、うん、あ、もうこの辺ですね、右側。ここだ。はい、あ、こんな感じになって、もなんか、え、何ですかこれ。何ですかね。こんにちは。え、どういうこと。カーボンサバイバルポール。それはポールですよね、うん、あ、え、でもポールのポールも出る。あ、こういうの持ってますよ今。ポール、カーボンポール。あ、これね、うん、伸びるやつ。伸びるやつ、収納袋付き。カーボンポールが出るんですね。 510g だって。しっかりしてるかな。あ、いいじゃん、いいじゃないですか。こっちはアルミポールって書いてある。アルミポール2本組2900円安い。え、でもこれも重量 520g だって。うん、アルミで十分いいですねこれ、うん、このインナー、なんか 2way メッシュインナーテントっていうのが、これもさっきのも、はいはいはい、ありました。インナーテントなんかすごいっすね。引っ掛けて上に吊るして使うような感じですよね多分。蚊帳みたいに、これはこれだけで使えるってこと、うん、そうそうそう、これだけで売ってるってこと。そう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 、よくない、すごいすごい。夏めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。あのカンガルー、ワンコにも涼しくてめっちゃいいじゃん。あ、本当だよ。あ、これは欲しいです、カヤのインナーテント。あ、夏にいいですよ絶対。あ、なるほど、うん、あ、じゃあグランドシートなしのさ、タイプのテントでもこれでワンコも遊べるね。そうそう、だからさ、うちで言ったらあのハイドアウトとかの中にこれ吊るして、はいはいはい、うん、は、あ、2人全然寝れます。上から吊るせばいいだけだもんね。うん、めちゃくちゃいいですこれ。この地面の生地もそんなにペラペラじゃないですよ。安いしいいよ、これ下はちゃんと防水性あるよね多分。これ、うん、ここ書いてあるんですね。本当ちょ、めちゃめちゃ揺れます。すいません。あ、フロアシート最低耐水圧3000ミリって書いてありますね。あ、これ買います。ポールポール用ロープペグは付属していません。これはいいね、うん、これは欲しいです、買います。
3900円。うん、この縦型と迷うところですけど、あ、一緒じゃない？そうなんだ。一緒だ。あ、ここ吊り下げてる位置が違うんだ。一緒だ一緒だ一緒、うん、前が開くのと横が開くのと、そういうことっすよね。作り方が違うだけで、作り方って開き方が違うだけっすよね。え、じゃあテントによって入り口を変えて、なるほど、使いやすくできるんですね。すいません、これは、発売はいつですか？3月上旬に、EC 限定なので。 EC 限定、はい、あ、オンライン、分かりました。うちのオンラインでしか発売します、はい、3月上旬、はい、あ、買います、これは。ありがとうございます。すいません。で、この今後ろにあるテントは、うん、耐久撥水ポリゴンシェルターと、こっちは TC かな、後ろ、これ TC ですね。はい、あ、なるほど、はい、え、これと一緒ですか？形は形は一緒で TC ってことですね、はい、あ、すごい、こういう風に開くんですね、はい、へえ、すごい、形は全く一緒です。へ、あ、すごい、本当にじゃあシェルターですね、はい、で、先ほどお伝えしたメッシュのインナーテントの中で氷が、はい、金色の氷なんですけど、はい、あ、ここに引っ掛けていただければ、かかる、ね、なるほど、ポール、まあ、これ、はい、また1本立てなくても、はい、このポールで運用できる、そういうことですね。あ、いいな、これ、薪ストの穴も開いてます。穴もあって、面白い。こっちが、はい、高撥水 TC ポリゴンシェルター、はいはい、なるほど。今回テントコーナーはここだけですか？そうですね。あ、じゃあ、はい、全部新作ですかね。一番奥に、はい、真ん中がこう跳ね上げて開いてるやつはもう発売中の製品なんですけど、あのソロっぽいやつ、あ、はいはいはい、はい、この真ん中のタープも新しいんですか？そうですね、今までのタープはあったんですけど、はい、4角全部にスカートつけて、はい、スカート、これ、え、どういう風にスカートを使うんですか、これを。まあ、私なんか、はい、もう仕事なんでこういう説明書通りの組み立てしかできないんですけど、はい、このタープをいろいろ組み合わせてテントを作ってみたりだとかっていう方もいて、はいはい、なるほどですね。ご意見いただいたんですけど、はいはい、その時にやっぱりこれが地面につく時に、はい、風であったり入ってきてしまうので、こういうのがあると便利です。なるほどですね。あ、自分でこれをテントの形にして、あの DD タープみたいにこうテント型にしてみたりとか、それで全部ハトメもついてるんですね、このここに止めれるように。あ、紐が、はい、あ、本当だ、真ん中にも穴開いてます。なるほどね。あ、350と400、はい、なるほど。で、素材はさっきのと同じ TC ですね、はい、TC だけどなんか生地がこう、あ、これね、うん、頑丈なやつ、はい、真ん中にさ、はい、ほら、あ、埋めれるんだ、こうやって。あ、すごいですね、埋めれるんだ、はい、入ってきちゃうもんね。なるほど、入ってきちゃうから。へえ、あ、そういうことか。こちらが高撥水 TC ブッシュサバイバルタープ、はい、 4×4 です。え、おいくらですか？書いてない。おいくらなんでしょう。これ値段がまだ出てないんですかね。出てますか？2メーター4メーターが17,800円。17,800円、はい、3号が14,800円。へえ、こちらが3月上旬です、発売。あ、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、すごいね、いいですね。じゃあ14,800円らしいですね、はい、はい、袋こちらです。あ、まあ意外とちっちゃい、ちっちゃい、ちょっと持ってみて、このくらいです、はい、意外と袋ちっちゃいです、うんうん、いいね、収納小さくて、うん、ポールが別ってことですよね。ポールはついてないんですよ、これさっきの多分あの、そうだよね、うん、アルミポールですよね。このポールもいいな、やっぱりいろいろ使えてめちゃくちゃいいね、うん、で、これはもともとあったやつみたいなんですけど、はい、これ結構さ薄い生地だよね、うん、耐久撥水軽量ダブルマウンテント、
一応二人用ってことですかね。ソロ。あ、ソロなの？って書いてあるけど。ソロ用。え、でも寝れるけどね、二人。寝れますよね。寝れます。いいね。うん、あ、いいっすね。これもさ、持ってればさ、うん、なんかこう旅でさ。ね、前室もあって荷物置けるし、重量が 3.4 キロです。めちゃくちゃいいっすね。めちゃくちゃ軽いです。いや、いいと思う。これあれば結構。はい。収納。ちっちゃ。まあね、なかなか、ただな、旅先でやっぱそのこのシェルター側にメッシュがないからね。まあね、うん、でも普通の結構今持ってる2人用のカンガルーにも使ってるああいうちっちゃいテントって、うん、前室の部分がないから結局タープが必要になるから、うん、まあね、こういうタイプの方があったら便利だなとは思います。確かに、うん、ということで今回のテントコーナー以上みたいですね。はい、新作しか置いてないっていうことで、うんうんうん、でもやっぱこもうこれですね。このこれ買います。これね、これとポールがちょっと気になります、うん、あと奥側にいろんなものが出てます。あ、このね、こっち側にね、はい、これ前にお話ししてたやつじゃないですか。ゴザとか、あ、ゴザとか出来上がった、うん、これマット、あ、あれ気持ちいい。何これ、え、しっとりアウトドアマットレスグレーだって気持ちいいんですけど、すごい。今うちがシビーで使ってるのがこの、はい、こういうやつで中に硬い、あ、そうそうそう、高反発なんですよね。高反発のが入ってるやつで、うん、こっちはなんか、あ、これ気持ちいいです。柔らかい生地、やばいねうわうわ、こっち欲しくなっちゃうじゃん、ね、しかも色も可愛い。滑り止めもついてますし、安いんだよ。しかも2900円です。僕ら買ったやつちょっと高いんですよ。そうです、こっちはね49とかだと思う。そうだよね、4900円ですね、うん、あ、この可愛いゴザも出たじゃん。出ましたね。あ、すごい、このタイプも出てます。あ、このタイプの厚みがある厚み。え、でも今回で言ったらこれが一番なんかすごい気持ちいいです。気持ちいいですね。え、ちょっとこれ敷いてみたいね。あ、このこのタイプをちょっと座ってというか寝てみたいというか。すいません。しっとりしてる。本当にしっとりしてる。ちょっと聞いておこう。あ、ぜひ寝てみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。一応もう発売中の商品なんで。あ、はい。そうなんですね。はい、あ、もう出てるんですね。もう全部出てます。なるほど。上 の茶色いイグサとこのイグサは今、はい、来季に向けての新色。あ、なるほど。ハルピンじゃ。お邪魔します。うわ。どうですか、寝っ転がった感じ。柔らかい。よ。うわ。良い。良い。雲のです。雲。雲の上みたいです。ふわふわ。欲しいな。結構いいよ。気持ちいいですねこれ。へえ。あ、そうなんですね。低反発のウレタンを使ってるので。わあ。心地はいいと思う。いいですね。家で寝るのに近い。あ、思いました。家でこれで寝たいって思いました。どう？うん、良い。なんかそんなに底付き感全然ない。気にならなくないですか？確かにベッドっぽい。ベッドっぽいよね。うん、あ、これは好きだな。今のやつより好きだな。今これなんです。これ使ってるんですよ。はい、あ、はいはいはい。シャカシャカの方ね。そっち高反発じゃないですか。まあ、確かにね、すごいボリューム感があっていいんだけど、個人的にはこっちがいいな。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ゆるキャン、え、見て、ゆるキャンワークマンコラボ、やばくない？え、これはどういうことなんですか？コラボになったんですか？コラボです、コラボです。へぇ、あ、そうなんですね。ちょっとタイミングを合わせて、はいはいはい、へぇ、アパレルだけコラボ、 T シャツだと帽子だとカバンとか、これは、あ、うわー、かわいい、うわー、やばい。え、これ980円ですか？はい、これ実店舗だと T シャツも全部、かわいいっす、え、かわいいです。 T シャツも全部980円、めちゃめちゃかわいい、めっちゃかわいい、これやばい、
これはいつから販売ですか？発売は3月の下旬頃から。あ、3月の下旬、はい、もうすぐじゃん、うん、殺到しそうな気がするんですけど、かわいい。真ん中刺繍でした。え、すごいじゃん。あ、ちくわ、ちくわだよね、この犬、うん、ね、このワンちゃん。あたちゃん、こういう帽子似合うと思うよ。ちょっとチャレンジしてみたらいいんじゃない？軍隊っぽくないですか？あ、かわいい。似合う。あ、本当ですか？なんか小学生。そう、ポーズがね。え、これ小銭ケースですか？うん。これカラビナ入れにめっちゃいいじゃん。580円。安い。いやー、お久しぶりです、ね、あのハルピンから教え、はい、作ってもらった、はいはい、さっさっさと情報がよくわかるサギチャンネルのサギですが、めっちゃこれいいですねってよく言われる。使ってくれてるんですよ。あ、すごいじゃん。サリーさんのはもうささっと情報がいっぱい、そうだね、はい、入ってくるから、それをキャンプした時にそれをなんか作ろうみたいになって、そう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 、はい、なんかそういうのが欲しいって言ってて、キャッチフレーズ作ってって言ったら、そうそうそうでいいんじゃないんだ。すぐできるねと思って。ずっとやってくれてるんですかね。やっててちょっと浸透してきました。え、嬉しいです。ありがとうございます。でもいいっすよね、なんかキャッチーでこう入ってきやすいですよね、うんうん、斉藤ですみたいなのが欲しかった。あ、そう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 、そう言ってた。いや、嬉しいです。よかったです。よかった。お忙しいんでね。昨日からいるんですか？昨日からリハーサルから。あ、なるほど。ステージの方でよかったら防災のステージなんかもあるんで。あっち防災も見たかったんですよね。そう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 、防災グッズが出るんだって言って、はい、結構今もうネットで買えないですよ。あのリュックとかも5月まで買えないとか、だから出るんだなと思って。いろいろ見ていってください、はい、マッシー。お邪魔しました。 ありがとうございます。なんか、かわいい新しいのがあります。ワークマンサウナ、はい、なんだろう、トトノサウナ、なんかグッズて、あれウェアとかですか？ん、あ、そこから入るっていう。ここじゃなかった。ここ入んない。すみません。あ、かわいい。あ、ウェアとかですね、あの、ハットとか。5点セットで1780円。へー、すごい、安。かわいくない、このデザイン。かわいい。帽子と袋とタオルと。いい色ですね。ね、いい色、うん、え、これは何だ。これはサウナマットで、あのサウナ入るときお尻に。あ、はい、あ、なるほど。やっぱ自分のがあると使いやすい。確かに確かに確かに。へえ。それであのバッグに全部入ってる。あ、あれに。なるほど、はい、あとこっちのデザインも5月から、はい、ワークマン女子とかショッピングモールで展開します。なるほど、はい、店舗に出てくるんですね。そうです、そうです。なるほど、はい、かわいいです。ありがとうございます。かわいいね。ありがとうございます、はい。ここが防災コーナーみたいです。はい、防災リュックの衣替え、うん、へえ。あ、でもなんかそういうテントとかなんだね。すごい、うん、ライトがつくアウターとかもやっぱりほら地震とか来て停電とか夜とか、ね、ライトが必要。なるほど、まあでもじゃあキャンプ用品に近いですね。そうですね。シューズはあれですかね、夏だから。あとは梅雨時期とかに使えるこういうレインシューズだったりとか、うん、かわいいのいっぱい。防水系のね、うん、これも。あ、本当だね。あ、もう見た目全然、うん、レインシューズ感なくてかわいいですね。あとはね、いつものこの人気シリーズ、はい、うん、ライトスリッポン。そうですね、はい、夏ほんと便利です、うん、ちっちゃくなるしね。そうそう、軽いし撥水もするし、うん、これ新しいですね。なんかね、見たことないです、うん、軽っ。これは防炎加工ですって、でかかとを潰せるタイプの。黒いいじゃん、かわいい、うん、軽っ軽っ、うん、私この色がいい。いいねこれ、うん、めっちゃ可愛いです。
名前はどっかに書いてあるのか。2500円、フレームモック、フレームテックみたいですね。フレームモック、フレームモック、あとはそれこそサンダル系と、うん、はい、これは水辺とかで使えるシューズ、うん、うちらもねカヤックやったけど、うん、足はやっぱ裸足だと怪我するから、そうね、こういうのそれはマリンシューズですね。マリンシューズ、はい、かわいいですね。黒とか欲しいな。980円だよ、うん、欲しい、すごい、買います。あとはスニーカー、うん、こういうウォーキングに、そうだね、いい足裏サラサラコルク仕様だって、こういうのとソール、インソールもあります。このあたりがアウトドアの、アウトドア、はい、ああ私が大好きなサロペットコーナー、これやっぱいいですよね。ディリン、これ見て、うん、今日もさ、いいよね、サロペットだけど本当着やすいし、うん、頑丈で、しかもよくこうコメントとかで聞いてくれるやつだよね。あ、そうです、これどこのですかって、うん、結構ワークマンのも多くキャンプで使用させていただいております、うん、はい、雨の日も動きやすくて便利。軽い、軽いんだ、うん、結構私ワークマンのこういうスカートも持ってて、車中泊とかでもすごい伸びるし、うん、動きやすくて便利なんですよ。あ、レインコート、高撥水レインポンチョ、やっぱポンチョ型のやつ1個欲しいな。ね、さっと羽織れて全部カバーしてくれる、うん、なんだかんださ、なかなかパンツまで履かないから、うん、よっぽど豪雨じゃないと、うんうん、下も履かないんで、これ欲しい、高撥水レインポンチョ2900円。このバイカラーレインコートも可愛いです。ああね、かわいい、うん、へ、ワンピースみたいな丈感あります。なるほど、うん、こっち側は、うん、コットンキャンパーとか、あ、はい、色がなんかちょっと野菜入ってるなんでこのシチュエーションはどういう、かわいい野菜は入れないのキャンプであ、新しい色もありますね、コットンキャンパー、うん、なんか着やすそうなのいっぱいありますね。ね、こういうほら4月。あ、あ、運動にも良さそう。あ、もうこのまんま寝れるよこれで。シェルクォーターパンツだってマシュマロレイヤー。軽い、サラサラ。これめっちゃいいじゃん。フレームテックから。防油。かわいい、うん。これもレインパーカーです。これ同じシリーズか。あ、同じシリーズか。マシュマロレイヤー、わ、これ気持ちいいね。これもそうなんじゃないんですか。あ、ほんとだ、めっちゃいいじゃんか。めっちゃいい、シワにならなさそう。めっちゃいいじゃん、買いたい。これもう出てんのかな。4月って書いてあるわ。ね、楽しみですね。色もいっぱいあります。これ買いに行こう。あ、かわいい、確かに。これなんか別に普段も着れちゃうよね、うん、そうそうそう、いいよね、うん、このメッシュフーディーとかもそう、めっちゃ可愛いです。可愛いね、ポケットがめっちゃ可愛い、これ。あ、この人気のカバンごと入るっていうレインコートですね。カバンごと入る。後ろ。ああ、そういうことか。あ、すごい、本当だ。カバンごと入る。これ気になる、このカッ、このカッパ T シャツ心地。これ？うん。あ、え、本当だ。いいじゃん、薄手じゃん、めちゃくちゃ。え、いわゆるあのシャカシャカのビニールのレインコートじゃない、うん、めっちゃ薄手の。これとこれで、あ、いいです、いいです、これなん、うん、レインスーツいいじゃないですか。4900円しますけど、うん、すごいですね。いいじゃん、ちっちゃくなるでしょ、これ。機能がすごいです。全方向ストレッチ、撥水 UV カット、耐水、うん、サラサラタッチ、いいですね、うん、中もあのキュッキュしてる生地じゃないんで着やすそうです。あえてのこの色でいこうかなえ、でも可愛いね。可愛いよね、ライムイエロー。あ、これですか。あ、それに入ってる。こうやってパッカブルになるっていう。なるほど、ポケッタブルっていうの、こうくるくるくるって。パンツは入ってないもんね、別だよね。パンツはこっちで、別々。パンツはこれです。便利だね、こんなにちっちゃくなっちゃうんだ。これもレイン、フューチャーテックレイン、やっぱり雨系が多いですね、うん、
雨の季節が長いですからね。あ、まあ、覚えてる。あ、いたいた。めっちゃ迷子になります。あ、ここまでですか。大変でしたね。横浜から鎌倉に、うん、え、そうだったんだ。観光しに行こう。出てきやした。終わりました、うん、すごい。なんか舐めてました、思ったよりも。舐めてたんですね。すごい、なんか思ったよりやっぱ雨とかのアイテム多くて、うん、やっぱりすごい進化してたなって思います、うん、いろいろ。そうね、うん、参考になりました。はい、あの蚊帳は買いたいと思います。買いたいよ。蚊帳とポールと、はい、あとマシュマロ T シャツですね。あ、そうそうそう。ちょっとこれからランチに行って帰りたいと思います。はい、はい、ゆうゆうさんと実は、はい、待ってもらってるんで、はい、行きましょうか。あ、おはようございます。おはようございます。すいません、お待たせしました。お待たせしちゃって。しかも同じやつ。ありがとうございます。同じ。あ、偶然。偶然。偶然。いや、最初に会えた。もう歌いましたね。本当、撮り終わったんですか。もう撮り終わった。バッチリ。早かった。うちが遅くなっちゃって。すいません。すいません。とんでもございません。これから斉藤さんとランチに。そう。行きましょう、行きましょう。え、って言ってもなんかあるのかな。前なんかどっかで食べた気がする。あっちの方で。え、そうでしたっけ。じゃあちょっと、うん、そっちの方行きましょう。はい。はい、すいません、立って待っててもらって。決まった。これ。あ、そういうのにする？私は。どういうの？パスタにしたいですね。すごい。パスタ好き。パスタ。パスタどうしよう。これでしょ。塩よくさっきの。いやー、これすごいね。うん。うまそう。これにしようかな。ジェノベーゼ。マップやりたいんですけど、カヤックの方があの船型の方が安心で、やるなら個人で買って一人でさ、やっていく。カヤック船で。戻りました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ナビみたいじゃない。パスタめっちゃうまかったですけど。めっちゃ美味しかったね。モッツァレラチーズが美味しすぎて何回も噛んだもん。ジェノベーゼ。俺ジェノベーゼね、うん、ジュノベーゼだと思ってたんだよね、私とゆーちゃんが。ジェノベーゼ。辻元夫婦にもお会いできてよかったですね。あ、ほんと。他にもいろんなインフルエンサーさん、ユーチューバーさんにもお会いできて楽しかったです。本当に。はい、なんかみんなね、やっぱり撮影しながらだから、うん、あの挨拶ぐらいしかできなかったけど。そうだね、うん、でもなんか年2回のこの内覧会で会えてる人がいる。そうだ、確かに。そういう機会を作ってくれてるのもありがたいわ。ありがたい、うん、情報も交換してる、うん、はい、今回のワークマンでしたが、うん、なんかまあちょっとギアとかに関しては少なくなってきたのか、それとも新作だけ展示されていて、実際カタログ上には今まで出てる商品っていうのが継続して販売されてるのかどうかっていうのがちょっとまだ分かんないんですけど、うん、分かんないけど、やっぱテントは場所を取るからさ、うん、あの新作だけにはなってましたよね、うん、そうですね、うん、まあ、あとは時代なのか、やっぱりそういう防災関係だったりとか、はい、あと雨のシーズンも結構長いとか多いじゃないですか、うん、最近、うん、レイングッズ系もかなり充実はしてました、うん、そうだね、うん、まあ、雨はもう時期的に避けられないから ねワークマンのレインコートあると本当助かるから。本当に浸透しないよね、うん、あの昔さ、うん、ホームセンターで買ったレインコートを着てたら、うん、びちょびちょになってて中も、あれなんであんな浸透すんのって。まあ確かにゲリラ豪雨でしたけど。え、ちょっとひどいよね、うん、全然機能しなくて。それでもうワークマンでもういい値段してもいいからっていうのを買ったんですよね、うんうん、まあ、いい値段って言ったって何千円かですよ。 それ今でも使ってるもんね。使ってる。洗濯もしたことあるんですけど、うん、全然強いです、うん、そうだね、はい、で嬉しいことにやっぱり
レインウェアなのにそういうストレッチがめっちゃ効いてるっていうのもあって動きやすいですし、結構ツンってツンってなるやつ多いから、うん、雨雲ね、それもないし、あのやっぱりポンチョ型とかも出てるんでキャンプでパッて着る分にはなんかすごい便利かなって思います、うん、ちょっとポンチョ型欲しいなね、便利便利、うん、他なんか太郎ちゃん的に気になったものってありますか？マット、ああマット、うん、しっとりマットでしたっけ、しっとり低反発マット、あれは肌触り最高でした、なんかあのまま使いたいぐらい、いやちょっと買い替えたいなって思っちゃった、うん、車中泊でね、うん、マット使ってるんですけど、はい、しっとり良くて良かったです、あと安くてね、うん、もう売ってるって言ってたんであればね、はい、行かなきゃ、ちょっと多分ネットで取り寄せじゃないかな、うん、それぐらいかな、あとゆるキャンもまあ可愛かったけど、もうこれを絶対欲しい、でもなんか争奪戦とかちょっと無理、競争になりそう、そう戦いには敗れそうですが、はい、結構だから前みたいにさーっといろんなもん見るよりは、うん、ポイントでちょっとじっくり見させてもらって、はい、あの参考になりました夏の、はい、はい、皆さんは何が気になったでしょうか。ちょっとあまり映ってないですけど、キッズとかも充実してました、うん、バイク、ウェアとかも、あとリュックとか、うん、バッグのエリアも、あとサウナもですけどね、はい、新しいところで言うと可愛いなって思いました、はい、また、はい、ワークマンさんが呼んでくれれば、うん、秋冬も行きたいなと思ってますので、はいはい、ぜひチャンネル登録してもらって他の動画も見ていただけたら嬉しいなと思います、はい、よろしくどうぞ、はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう、さようなら、ありがとうございました、ありがとうございました、もう都会を抜けた感じかい、もう抜けました、次八王子なんで、あ、はい、や今日全然渋滞ない、そうですね、まあ行動が早め早めで、うん、そうかもね、やっぱ夕方になると混んでくると思う。